はい、ということで皆さんこんにちは、吉田正弘です。今回はですね、丸沼高原スキー場からの、東京でお仕事させていただいてからの、長野の熊の湯スキー場に行ってきたというところで、その帰りなんですね。で、今回は、いつもねお世話になっている大川奈々ちゃんと、あとねスペシャルゲストということで、もう一名の方とね一緒にこう撮影してたんですよ。でその様子は、メインチャンネルにね今後上がってくると思うので、ぜひご覧いただければと思うんですが、さすがにね一週間近く滑り倒して、少しね体も疲れてきたなというところと、あとねこの期間中に動画めちゃめちゃ撮れたので、ありがたいことにその編集をね今もう何本やったんだろう、オンラインスクールとか、プレミア会員向けとか、あとセカンドチャンネル、メインチャンネル含めると、何本編集したんだろうっていうぐらいね、僕の机がこんな感じなんですけど、まずちょっとこれ見せれないけど。でね、さっきまで滑ってたんで、こういう風にね、裾も濡れてる状態のウェアで乾かしてたりとか、この辺にも乾かしてたりとか、そもそもね、こうスキーケースがホテルの中にあったりということで、非常にねちょっとこう狭い感じになっちゃってるんですけれども、今ね時刻ももう9時半ぐらいかな、9時半、ということで、ご飯ねまだ食べてないんですよ。で昼もちょっと撮影のスケジュール的に忙しかったんで、今日ちょっと食べれなかったんで、これからねご飯食べに行くところ、ゆるい動画なんですけどご覧いただこうかなというところで、僕ね長野エリア割とこう泊まる機会が多いですね。だから自分のこう好みの、ご飯どころ何箇所かあるんですけれど、今はもう全くの未定です。全く候補も立ててないです。というのも今ねコロナ禍ということで、飲食店もあまりこう長い時間営業してなかったりとか、いろんな要素があるので、あんまり決めきってもね、お店がやってなかったらがっかりしたりするんで、ちょっとね行き当たりばったりなんですけど、これからご飯食べようかなと思ったところで、セカンドチャンネルせっかくなんで撮影していこうじゃないかというところで行っていきたいと思います。ということで、よし行きますか。行ってきます。ちょっと待って、真っ暗、むしろやってるとこないんじゃないか、わかるかな、ほら真っ暗ですよ。ご飯食べれないんじゃない、やばいやばい、ちょっともうちょっとだけ探してみますね。やばい、なまらピンチ。本当に食べれないかも。ちょっと待ってよ、そうだよね、あ、ケンタッキーやってるね。ケンタッキーは10時まで。ちょっともうちょっと駅の方まで歩いてみますね。もうね、結局ですね、諦めてケンタッキー、やっぱりねケンタッキーでしょ。夜にケンタッキー食べたことないな。ねコロナ禍なんでね、なんかお店でこう食べるのもということで、というのも今ねコロナ禍ということで、飲食店もあまりこう長い時間営業してなかったりとか、いろんな要素があるので、あんまり決めきってもね、お店がやってなかったらがっかりしたりするんで、ケンタッキーお持ち帰りしてホテルでひっそりね食べたいと思います。コンビニでも寄ってっかい。はい、ということで、部屋に戻ってきましたが、結局ですねケンタッキーフライドチキンですよね、KFC ですよ。というかその残念ではないんですよ。ケンタッキーすごく好きなんですけれど、久しぶりに食べるなーっていうところなんですが、せっかくね、僕結構地元の食事をいただくのがすごく好きなので、長野にね、来てから馬肉食べたりとか、ちょっとお蕎麦食べたりとかしたんですけれども、最後の晩餐が KFC ですね。これもまたいいんじゃないかなと。言ったところで、ちょっと飛んじゃった。この後ね、ご飯食べたらまた、編集ですね。もう一踏ん張りして。
明日もね、あのお昼ぐらいに長野出発する予定なので、お昼ご飯なんかおそばなんか食べながらね帰っていけたらなと思っております。ということで、今日はね非常に緩い動画になりましたが、あの、まあ、プロスキーヤーが地方巡業、まあ、地方というか北海道が地方か、本州巡業ですかね、あのスキー場とか回ってるとどういうこう行動してるのかっていうところをね、あの、なかなかこうお伝えしてる方が少ないと思うので、まあ、セカンドチャンネルではあるんですけれども、撮影してみました。あなたの街にいつか訪れるかもしれません。本日もありがとうございました。バイバイ。